で、実践方法で、いい人戦略を説明する前に、まずは何よりですね、気をつけることがあります。これすごい大事なんですけども、嫌な人になる努力をやめる。僕はあのダイエット本書いた時にですね、一番最初の方に書いたのが、太る努力をやめるだけでいいよと。それだけで実は体重っていうのはゆっくり減りだすんだけども、その太る努力をやめるだけで減るペースっていうのは、ゆっくりゆっくり下がるのからみんな我慢できないでしょ。だからこうやって痩せようって書いたんですけど、まず基本ここなんですよ。 太る努力をやめると同じように嫌な人になる努力をもうみんなね散々してるんですよ。これをやめると。欠点を探して指摘する。これやってませんかみんな。いい人に思えるんですけどね。これ今すぐやめましょう。これね、欠点を探して指摘するとありがとうございます。そういうふうに言ってもらえてちょっと自分の悪いところわかりましたっていうふうに言う人がもういるんですけども相手にストレスを与えてるだけなんです。あの誰かから作品見せられた時も これしない方がいいです。もしそれで感謝されたら永遠に下手な作品見せられるだけですから、ちょっと書き直してみました。また忌憚のない意見を教えてくださいというふうに、延々これが繰り返されるですからやめた方がいいです。欠点を探して指摘する。これはやめましょう。改善点を提案する。これもダメです。聞かれれば言ってもいいですよ。改善点っていうのを聞かれたらでもいいんですけれども、そうじゃなくて自分から言うのはもう我慢してください。アドバイスおじさんにならない。そうですね。 もう、日本中のですね、ボーリング場とかですね、あの、ゴルフの場、アドバイスおじさん嫌われてますよね。それなんですよ。改善点のね、なんでかというと、改善点のね、大部分っていうのは、そんなの誰でも思いついてるけど、割とできないことが多いんですよ。で、自分で引き受けるんだったら言ってもいいです。 それを私がやりますだったら言ってもいいんですけども、引き受けるつもりになって考えてみたら、改善点を思いついたんだけど、これできないわっていうふうに気がつくと思います。そんなもんなんですよ、改善点っていうのは。影で言う。これもですね、嫌な人になる努力です。褒めるのもダメなんですよ。 昔はね、なんかねあの、その人の前でなくて、他の人の前で褒めたら、あのぐるっと回って伝わってっていうのがよくあったんですけども、今ね、情報化社会だから、人に言ってもらう、自分が褒めてるのを他人を通して相手に伝わるっていうのをやってもですね、解釈の歪みがものすごいんですね、そういうつもりでいたんじゃないんだけども、 間違って伝わったということがすごく多いんで褒めるのも絶対にその人の前で言った方がいいです悪口とか批判を言いたくなったら本人の目の前で言う SNS じゃないですよ物理的に目の前で言うのが絶対いいですでそしたらあの本人の目の前でしか言わないというふうに決めたらですね 陰口が劇的に減ります。誰かに対する陰口っていうのは劇的に減るんですよ。これ本当に簡単で、本人の前でしか言わないというふうに決めた瞬間に、自分がそれまで割とスッと言っていた陰口みたいなものがものすごい減っちゃってるんですよね。えー、結果陰口を言わなくなったら周、周囲の評価も上がりますし、何よりですね、あの、一緒に陰口を言いたい仲間を引き寄せずに済むと。 ああいう人だってね、他人を引き寄せたがるんですよ。で自分のグループに入れたがるんで、そういうところに引き寄せられると、大損ですからですね。えー、やめましょうですね。えー、だから他人の悪口を言ってるツイッターの発言もリツイートしない方が本当にいいです。それはもう引き寄せられてしまいますから。で、あと、まあ、ま、ま、当たり前なんですけど、悪口や批判で盛り上がる。 これね、誰かの悪口って絶対楽しいんですよ。で、あと仲間の結束上がるんですよね。だから仲間の結束を上げるために、あいつらあのやり方はダメだよなとか、あの他の店のやり方はダメだよなってのよくあるんですけども、これね、まだ浸透してないかもしれない考え方なんですけど、ホワイト社会の時に言ったように、みんな物理的な暴力を振るわなくなったんですね。 物理的な暴力っていうのを振るわなくなったんですけども、その代わりにネット上でとかですね、こそこそ影で言うというです、ね、言葉の暴力が増えてきたとで。ホワイト社会ではこの言葉の暴力がかつての物理的な暴力並みに避けられる、嫌がられる、黒歴史になる可能性があるんでですね、誰かの悪口や批判で盛り上がるっていうのは、基本的には暴力だと考えた方がいいです。あの、これぐらい僕は、あの、 まあこれまでのゼミを見てる人は分かる通りですね他人の批判もしますし映画の批判もしますし悪口も言うんですよ。 で、そんな僕ですらやめた方がいいよって言うんですからです。これぐらい覚悟を決めてやってる僕でも、あの、多分皆さん絶対やめた方がいいですよ。だって僕はもう63ですし、このポジションに来ると、このホワイト社会のまあまあまあ、立ち上がりだけ見て、あとはまあなんとかなるかっていうふうに考えてるんですけど、皆さんこの中でずっと生きていくわけじゃないですか。なので、えー、他人に暴力を振るうと、 必ずその人は後で復讐されます。ですね。数年後かですね、数日後かもわかんないし、数年後かもわかんないし、十数年後忘れた頃に復讐されるんですよ。それはもうすごい意外な形で、例えばそのビルに放火されるとかですね、なんだろうな、あの家の中に急に乗り込んできてバットとか包丁で殴られたりされたりするという、すごい意外な形するんですね。だから復讐されるリスクを下げるためにですね、こういう仲間に入らないというのは、 もう本当にこんなこ基本的なことを言うのもおかしいんですけども、やめた方がいいと思います。えー、悲観的否定的な態度を隠さないですね。表してしまう。これね、あの、悲観的否定的な態度ってね、割とね、頭がいいように見せたいとかね、これぐらい私はわかってるんですって言いたい時に出てきちゃう恥ずかしい自意識でもあるんですけども、この恥ずかしい感じって割と見抜かれるし、誰もこれやったところでね、頭いいなと思ってくれないんですよ。で、 すぐに否定的なことを思いついて口から出ちゃうという人いるじゃないですか。いやでもそれ私癖なんですよ。口から出ちゃうんですよという人がいるんですけども、あの、このいう人に対しての僕の忠告なんですけども、あの、また松本人志の話になるんですけど、僕はあの、1年ぐらい前のワイドナショーで松本人志が、 まだマスクつけてない人がいる。外歩く時に時々マスクつけてない人がいると。あれ、マスクはパンツと考えた方がええって言ったんですね。マスクはパンツと考えた方がええと。なんでかというと、本来人間がパンツ履くのも変なもんやと。別に誰にでもついてるもんやからわざわざ隠すようなもんではない。でも、パンツ履くっていうのはもう常識であって履かない人が非常識というふうになってるやんか。 そのことに関して、なんでパンツ履くんだと、そんなの、なんか人間が考えて一方的な常識でくだらないっていうことも可能だけど、そんなことを言ってもしょうがないっていう話をしてたんです。で、僕、それすごい納得して面白い考え方だなと思ったんですけども、なあの、マスクは今やパンツであるという考え方で、多分今の日本って統一されてると思うんですけど、統一だから、まあ、行動様式統一されてると思うんですけども、人目があるところでは、 マスクをしましょう。パンツを履くべきということですね。で、その意味で言うならですね、あの、無意識に出てくる悲観的ですね、否定的な意見っていうのはおならなんですよ。人前でおならしますかって話なんですよね。出ちゃうもんだからって言ってやる人いますよ。それもおじさん世代とか、浜田雅俊とかそういうふうな人は出ちゃうもんだからと言っておならしますけど、周りの人間は愛想笑いしてくれるかもわかんないんですけども、 なんか不潔な人だって思うじゃないですか。あの、悲観的、否定的な意見が、口から出ちゃうんですよ、止められないんですよっていうのは、それは、おならがすぐ出ちゃう人と同じなんですよね。本当に。あの、周りはそれで、愛想笑いしてくれるかもわかんないんですけども、それ、実は、どん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 惹かれてますよということを、あの、意識してください。で、家族間でも同じです。あの、家族の中でも、 おならを平気でするお父さんお母さんが実はどういう扱いを家族内で受けるのかっていうのと同じようなものだと思ってください。あの否定的悲観的な意見を隠さずにポロ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 言ってると家族であってもミュートされますね。LINE で例えば仲のいい兄弟であってもなんかすぐネガティブなことを言うとお兄ちゃんなりお姉ちゃんなりどど弟なり妹なりは徐々に返事をしなくなってくるんですね。ここら辺はあのまあちょっとね いやでも俺そんな性格なんだよって言いたい人はいっぱいいるでしょうけどもでそれがダメということではないんですよ損をしてるということを分かってください損をしてるのを覚悟の上で続けるのかどうかって話ですからあと最後、えー、面白い人頭のいい人、気の合う人、人頭のの気だけで集まるる。サークルを作るこれね意外かもしれませんけどもちょっとねこれ説明難しいしすごい長くなるのでですね限定であの説明しますねということでですね 嫌な人になる努力をまずやめてください。これが、あの、いい人戦略のもう基本の基本です。で、じゃあ、いい人戦略、もう簡単ですよ。並べると。いい人戦略何か。共感する、褒める、応援手伝う、助ける、忘れる。この4つでできてます、えー。共感するっていうのは、何か人が言ってたらですね、わかる。それいいかもって言うだけ。言うだけです。それで十分なんですよ。共感する。 で、言ってたら、だんだん自分もわかるようになります。最初は口だけで、あ、わかるわかるとか、あ、それいいかもっていうふうに言ってて、口だけだなと思うかもわかんないんですけど、恐ろしいもんでですね、人間というのは自分の言ったことに支配されるんですよ。自分の言ったことで、あの、なんだろうな、魔法という言い方大げさかもわかんないんですけども、わかると言ってたら本当にわかるようになっちゃうんですね。なので、これ共感するですね、わかるそれいいかもっていうのを言う。 褒めるというのは何が違うかというと、あの、一番最初に共感する、わかる、それいいかもっていうのは口だけって言いましたね。本当に口だけでいいんですよ。でも、本当に、あ、それいいなと思ったら褒めるですね。えー、なんでそれ思いついたのすごいすごいっていうふうに言うと。これ、本当に思った時だけ褒めるで構いません。だから、どれぐらい思ってなくても共感するっていうのが大事かですね。これも本当に、あのー、なんだろう、息をするがごとくごく自然に共感するような癖をつけましょう。 で次に、本当にいいなと思ったら、ちょっと真面目に褒めましょう。ですね。褒めるだけでいいです。で、さらに、応援手伝う、助けるって書いてるんですけども、ふりをするです。いい人戦略ですから。あの、応援してるとかですね、何でも相談してって言う。言うだけでいいです。で、ほとんど相談されないんですよ。人間って面白いもんで、あ、あそれすごい、応援してるよとか、何でも相談してって言うと、 面白いもんで、それを言ってくれた人には見栄を張りたいんです。よ。人間っていうのは。で、おまけに、あなたは、私は、いい人戦略を取ってますね。つまり、周りから、 あいついいやつだけどちょっとバカだと思われてるわけですで、こんな人間に相談するやつもあまりいないのでですね。あの、応援してる何でも相談してって言ってもですね、案外相談、あの、件数少ないんですよね。で、もし本当に相談されたらですね、何も思いつかないふりをするだけでいいです。逃げるんですよ。スルーするわけですね。スルースキル作るんですよ。で、それをやった上で、 共感したことも褒めたことも応援してる手伝うよって言ったことも全部忘れましょう <laughs> ですね。忘れていいんですよ。だって私はバカなんだからですね。えー、さっさと忘れて他人の悩み揉め事はですね、えー、忘れてストレスから逃げるですね、えー。人間的に最低なやつだな。そんなことないんですよ。これを旗から見ると、 ちょっといいやつに見えるところがいい人戦略のポイントであって人間的に最低なやつだなと言葉で突っ込む人の方が嫌なやつに見えてしまうというのが現代社会の恐ろしいところですね。ホワイト社会ですからそういうふうになっちゃうんですね。信頼されなくないうん。この場合の信頼は困った問題を持ち込まれにくいという意味での信頼はされないと思います。で、それがで構わないと思います。みんなあの、 気楽な悩みとか気楽な愚痴しか言い合わないようなサークルに入ってる方が最終的に得だよって話なんで。今日ね、なんかすごい僕嫌なことずっと言ってるんですよ。だから、いい人戦略を話すっていうのは嫌な人行動になっちゃうんですけども、あの、本当ホワイト社会でみんな生きていく上で、 みんな、ね、これまで持ってる価値観とか正義感とか善悪感っていうの,の縛りが強すぎてもうこれで損しちゃうのが明らかに見えちゃうで僕がこれ喋ってるのすごい薄っぺらに聞こえると思うんですけどもその薄っぺらな外壁をまず作らないと内面が保護できませんよって話なんですね細胞膜なんて薄っぺらなんですけどそれでいわゆる外敵のです、ね、侵入を防げるわけなんですよまずは細胞膜のように薄い膜を作ることが大事なんですね でその時に自分の本音みたいな内側の柔らかい部分を前に出して防壁にしちゃいけないんですよ。細胞膜と同じようにですね、外のウイルスから身を守るためには、まず薄っぺらでもいいから、簡単な外壁をきちんと作ることが大事だと思います。えー、意外かもですけども、これだけで十分です。これを守るだけであのいい人と思われ始めます。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。